はい、どうも、あやかと、ヒロで、キムちゃんズです。どうもちゃん、ちゃん。元気ですか？元気です。それ何かぶってるんですか？これ、うん、これは、アニマル帽子です。嘘やん。概念。概念言う名前あんのに。ロウハヤブサと言います。どうも。ロウハヤブサ。すごい雨降ってきた。ね。洗濯物大丈夫かな？なんでさ聞こえへんふりするの？いや、あのね、可愛い我が子がね、ここにおんねん、見えへんな、可愛いなと思って、うん、可愛い、可愛い、じっとしててな、ほんまに可愛いねんな、じっとしててな、めっちゃ可愛いからみんな、ほんまに可愛くてね、こんなん喋られへんやんか、これ喋られへんやん、こんなん可愛すぎて、足見て、みんな見える？前足置いてんねん、足乗ってんねん前足、可愛い、この動画の前は私の横座って、はい、ゴロンって寝てたんですよ。こんな喋られへんやん、かわいいやんね、もうリアクションする気なくなった、はい、ちょっと頭映ってんねんで、うん、かわいいな、ちょっとだけ映ってる、ごめんな、こわちゃん全部映らへんで、なんか映したいな、でも映すとヒロ君が映る、いいよいいよいいよ、自分映らなくても、はい、かわいいわ、映ってへん、かわいい、もうコア君見とこう、みんなで、かわいいわ、コア君耐久動画どう、1時間いいな、かわいいわ、もう行っちゃったよ、ああ、かわいい、チヤホヤすぎたな、ちょっとうるさかったね、すいません、いやみたい、前座ったわ、前座った、かわいい甘えてんねんな、かわいいわ、コア君のかわいいとこ言おうか、言って順番に甘えてくんねん、そうなんですよ、どっちかに偏ることないねん、これ結構大きくな い, かわ い, い子供とかでもそうやと思うんだけど、なんかどっちかっこって結構ショックやと思うね、そのそうじゃない側って、コア君のいいところはね、は両方好きやねんな、これはあかんな、あかん、ほんまに可愛いな、今日もありがとうございました、コア君だけで2分喋っちゃった違うよ、今日は XJAPAN のとうとう私の大本命が来ました。おっと、私が絶対好きなやつ。なるほど。ちょっと聞いたことあるからね。でも全部ちゃんと聞いたことないと思うから。Endless Rain。名曲やね。はい。はい、これも From the Last Live があったので、それから抜粋ですけど、これは残るって頭に。うん、今でも流れてももうサビの部分知ってるんですけど、はいはいはい、でも演奏とか、いや演奏も聞いてますね。原曲知らんくて。せっかくなんで。なんかテレビ番組かなんかで弾き語りしてるかなんかは見たことあるけど、弾き語りじゃなくてバンドで見たくて、なるほどね、ちょっとそれは初かな、この曲はね、もう出だしから好きなんですよ、あ、そうなの、言わんとこあんまり、うん、言わんといて、うん、ネタバラシになる気がするそれ、ほんまにいいのよ、 OK、 詳しそうやな、ヒロ君、じゃあいきますよ、いきますよ、はい、せーの、スタート、あ、楽しみ、あ、お若い、あ、もういいコード進行やな、うん、割とシンプルなコード進行なんですよ、うん、思った、うん、え、座ってはんの、うん、
歌ってるな、エレさん、うん、すごい大熱唱。いいよ、トピアロ。
終わりました。何よもう、まあ、これは喋られへんね。どうしたらいい。何よ、いや聞き入ってましたけど、どうでした、うん、聞き入ってたけどどうでした。触れていいか分からんけど言っていい。あ、どうぞ。この人たちに一体何があったん、っていう感じの空気感。なるほどね。と正直曲の思いを超える思いを感じちゃったのよ。なるほど、ね、だってほんまに知らんからすごい余計なこと言ってたら申し訳ないけど、でも純粋にそう思えざるを得ないぐらいの映像じゃなかった。まあね、うん、まあ僕は見るたびにいつも思いますよ、 X を見るたびに。あ、そうなん、ね。それは何、結構みんながなんか感じてることでもあるっちゃあるの。まあ X といえばね、まあいろいろあったじゃないですか。うーん、そうなんや。そう、まあメンバー変わったりとか、それこそ、うんうん、ね、なるほどね。そうそうそう、だからね、いつも思うことありますけど。そうかそうか、そういうことか。はい、なんかものすごいものを感じた、覇気っていうか、うん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 、曲、そうやな、曲を超える思いを感じたから、曲について言及しにくくなっちゃったって逆に。特にエンドレスレインはね、うん、まあ余計思いもあるやろしね、そういうバラードだから、まあね、うん、エンドレスレインっていう特徴っていうのもあるやろうけど、だから曲どうですかって言われても超今難しいわ。そうですね、確かに確かに。なんか人を見てしまったっていう今回の映像は、曲な曲について言及できひんぐらい見入っちゃった人の表情とかに、うんうんうん、なるほど、うーん、あの一人一人トシさんがメンバーのとこに行って、あ、そうそうそう、それ言いたかった。なんか いろんな思いを感じましたね。感じた、うんうん、あれはもうあえてああいう風な演出をしたんやなっていうのは感じたし、そういう時ってボーカルって大変やなとも思う。まあね、ボーカルの役目やったりするから、そういうことって。まあほんまに軽い言葉になったら申し訳ないんですけど、うん、まあラストライブっていうね、要は一つの括りとして最後のライブではないの。最後ですね、実質的には最後の、まあ一応最後解散ライブって言われてるんですけど、うん、多分、うんうん、なんか、うん、それだけじゃないかなと思って。そう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 、うん、そうそう、私もそう思った。一個じゃない、いろんな要因が絡んだ表情。そう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 、いろんな感情、うん、殺して弾いてるのかなっていう。そうね、それを曲にぶつけたからこうなったのかなって。言えないことっていうか、う、公だっては言えないことがたくさんあるんじゃないかなって感じかな、うん、悲しいわ。なんかそう、そう、もしそうなら悲しいわ、辛いね。はい、その辛みをそう受け取っちゃって、今ちょっとズドーンってなってるちょっとそうね、分析は無理やけど、ただなんかびっくりしたっていうか、ヨシキさんの曲、え、これもヨシキさんの、そうやね、そうやね、曲作りの凄みを感じたのは、うん、イントロのまず入りが超素敵なんだけど、コードとかシンプルじゃないですか。シンプルやね。だけどそれだけでももうクラシカルに聞こえるのね、まず、うんうん、で、なんだけど A メロのメロディーどんなんだっけ、エンドレインとかのラララララはちょっとフォーク味を感じるっていうか、日本の昔の、うん、音楽を感じるんですよ。なんか聴いてると思うし絶対。あと売れるメロディーってどんなメロディーやろとか、そのクラシックとロックだけを聴いてきたら絶対出てこうへんメロディーなんかなって思って、でずっと結構フォークっぽい「テテレレテレレレレ」って B メロね、とかも全然なんかポップスっていうか、だけどちょっとずつ5度ずつずれていくっていうか、てか5度ずつ広がっていくって感じかな、うんうんうん、こう最初フォークっぽい洋楽、違う違う、邦楽、いわゆるポップスっぽいのから、うん、どんどんこう分かる、こう道が広がってって、最後めっちゃ壮大なクラシックと、うんうん、まあ、ロックさん、まあ、ロックってほどではないけど、今回広がってったのが、あ、ヨシキさんぽいなって、あんま知らないですけど、うん、でもなんか他におらんからやっぱりぽいなって思いました、うん、すごいなって、ナチュラルに広がってった。僕ね、あとね、この曲のギターソロ、うん、ほんまに好きなギターソロで、ああ、よかったね。そうそうそう、よかったよかった。結構もう
ずっともうほんまに名曲のギターソロっていうか、うん、なんていうの、ずっと残るソロかなと思ってて、ギターよかったね。すごく良かったです。あのバラードのギターソロってすごく多分気の利いたことしないと、チョイスが1音1音がすごい慎重やと思うんですけど、やる必要あったみたいな、あなったら困るから、困るからね、めっちゃ考え抜かれたソロっていうのはなんとなく分かります。いやちょっとでも、あとね、この曲はね、僕ベースがほんまにかっこよくて、あちょっと DVD でみんな分からんかも、ベースがほんまにかっこいいね、本曲ちょっと音、マジで、音聞こえなかったな、あんまり。なるほどね、そうそうなの、あれやろ、だから私がいつも言うロックバンドがバラードを弾いた時のかっこよさあるけど、そう今回もそれを感じるかな。この曲はベースがすごく肝になってるかなと思って。なるほど、そうでも基本的に X ってベース肝が感あるね、なんか取り上げられがちなのは YOSHIKI さんやけど、ほんまにかっこいいのよ、なんかそれは分かる気がする、でもなんかちょっとなこれはな、あんまりそこ掘り下げてあかんのやとは思うけど、なんかこううーってなってるわ今、このボーカル大熱唱してんねんけど、それ以外の皆さん、まあボーカルもそうやと思いますけど、なんというかね、こう感情をぶつけられたんだろうかって感じが、そうですね、感じがしたかな。まあそれがまた作品によってその違った良さはあるんでしょうけどね、でこれをアップロードしてる意味もあるんかなとか思ったり、ちょっとなぜこのライブをアップロードしたか、ね、エンドレスレインっていっぱいあったと思うんですけど、YOSHIKIさんは特にこのラストライブに多いね、上げてはるのが、そっか、じゃあやっぱ思い入れが強いよね、大変ねでもまた大変ですね本当にこう有名な方々の音楽って素晴らしいのと同じぐらい大変なのなって、あのそのね、なんかすごい重いものを背負ってんのかなと思ってね、みんな、なんか価値観やから分からへんけど、私はっていう意見になってしまうかもしれんけど、はい、なんかこう例えば人が苦労してるのとかさ、結構それを美談にする傾向ってあるじゃない、全員じゃないにしてもそういう文化ってちょっとあるやん日本って、あんま好きじゃなくてそれ、その好きで苦労してる分やったらいいんですけど、なんか予期せぬこととか人の思惑とかで苦労した分でそれを美談にするのはそれを認めることにつながるんじゃないかと思うから、なるほどね、なんかあんまりその何でもかんでも美しいって捉えるのも違うと思ってて、今回はちょっとごめんやけどそれを感じた。なるほど、曲が美しいがゆえに余計になんか現実味を帯びたステージになってたなって思って、でもこれを載せてるってことはやっぱ意図があるとは分からんけどね、全部が全部自分の権限で載せれるわけじゃないかもしれんけど、なんかそういう、現実的なアーティシズムも感じたって感じかな。なるほどね、まあ言っちゃえばさ、もしかしたらさ、まあ、アーティストとして割り切って演奏するのであれば、このエンドレスレイン、この時のね、もっと演技できたかもしらへん、まあね、けどもう素直にやってた感じだったから全員、ある意味アーティシズムやねんけど、それもなんかいやほんまにいろいろ感じたな。なんか X をほんま知らんすぎてごめん、なんか素直すぎるコメントなんやろなって分かりながらちょっと今言ってますけど、まあ真相は誰も分からへんやろうし、私も分からへんけど、悟りは正直しますよ、この映像一本でも、まあね、悟りってあの悟り開いたんじゃなくて悟っちゃうよってことぐらい出てたかな。まあでもそれはそれで、それも一つアートなのかな、そう思う人もいるのかなと思ったり、いろいろ考えさせられる動画やった曲すごいいい曲やからこそ余計ね、いろいろ背景を探っちゃいましたけどですね。でもボーカルが全員に寄り添って歌ってたのはすごく良かったかもしれない。そうですね、すごく安心って言ったらおかしいけど、良かった、パフォーマンスだったとしても良かった、それは、分からへんけど私には。なんかボーカルって真ん中立つやんか、基本的にね、だからどうしてもみんなのことが見えるわけよ、見えるし、見なあかん立ち位置やと思ってて、だからボーカルの担ってるものって重いなともちょっと思いました。なるほど、つなぎ目、うん、でも感じましたね。
なるほどね。まあ、勝手なこと言ったなと思いますけど今。まあ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 、まあ。まあリアクションやからいいかなと思って。いやもううまいとかはほら言わずもがないからさ。前回紅見てますので、うんうんうん、もうそれは知ってたので曲に集中して見させていただきました。なるほど。はい、いやもうそうですね。言いにくい？言いにうんなんか。まあ、ヒロ君がなんか知ってるみたいなものいいやけど何も知らん。何も知らん。それはおもろいな。実はね。まあそうですね。まあそうですね、ほんまに。全然そんなん業界の裏側が知らんしさ。そうまら。平凡な人たちやから。うん、まあそうですね。X はでもいつもね聞くたびに思うんですよ、いろいろ、うん、なんかほんまに語らずともいろいろ語ってくれるみたいな曲が、あーそれもある、うん、なんかね曲が教えてくれる、そうそうそう、なんかそんな気がする、言われへん分、うん、うんうん、なるほど。だから X 聴くときはね結構素直な気持ちで聴くように聴けるんですよ。だよね、そうそう、あんまり私みたいに勘ぐったらあかんっていうか、うんうん、ああでもないこうでもないって思うんじゃなくて、うん、純粋に曲聴いた方がいいって思いますね。いろいろあったのを分かってだけにね、なんかやっぱり聴くときは純粋に聴こうっていう気持ちが強くて、うん、うん、そうやね、それは そ,、はい、そうやわ、なんか心得ました今、うん、そう、その方がいいって思った、うんうん、楽しめる。はい、終わりましょうか。終わりましょうか。はい、今回は XJAPAN の Endless Rain From The Last Live を見させていただきました。また良かったなと思った方はちょ、いつ成功するの？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いしますね。なんか癖あるな。それではまた次回もお会いしましょう。バイバイ。自分で思うってよっぽどやで。